じゃってばらまくじゃん。あ、そっか。うん、俺だけはね、大体満タンなの。はい、リーブ3を今からね、やっていきます。ちょっとね、ニコ生主のヒラクさんをお迎えしてやっていきます。今日は3、はい、今日は3です。まちまちだよね、エンドまで引っ張るかどうか。よろしくお願いします。お願いします。もう3は、あ、いや、はい。3は倒しておりますので。よいしょ。3はもう本当にね、精神なので、こまごまいってますけれども。泥がね、何分3は範囲がでかいので、これがちょっと増えてきた。で、今垂らしてるのはタカちゃんとリンちゃんです。よいしょ。これ避けます。極限が避けていきます。で、メイズは、まあ、まだですけど、色が変わって範囲攻撃になると一瞬動きが止まるので、それを見て受けるのがよかろうかと思います。ダメージダウン消えたので新エヴァに入れます。ナイスポジションで、動きが止まりました。動いたらこっちに動いて、後出しなきゃいけないような形でやっていきます。で、せっかくなので、おっと食らう、ごめん。壁は常に更新していきましょう。こうやってね、そこに入って、で、今新刃入ってないので入れますよ。ゲノムバース来ました。これはチャンスボール。ここはタカちゃんに任せて、タカちゃんがクリスタルを壊してくれるので、タカちゃん、クリスタルを壊すコツは、ただ祈る。さあ、行きましたよ、タカちゃん。はい、これがタカちゃんの力、素晴らしい。成功することをただ祈る。初期シレンダーは前にいれば、人がいればいるほど、死ぬ確率が減るので、よけには。さあ、タカちゃんがまた引いていく。で、これはもうチャンス攻撃です。公園に水が出る。もうそろそろ新刃が切れると思うんで、こうします。ここは引けない。引けない。雷撃は避けます。今
今のうちに。はい、青です。止まったら注意。イカの動きが止まったら注意。はい、これは大丈夫。レモンバーサーだ。新刃入ってる。入ってねえ。新刃入ってねえ。おお、うまいうまい。やつか、そういうやつよ。でこれでロス当たしていきます。あ、やば、遅かった。やべ、スペルが、わあ、やべ。いいよ、行くよ。じゃあ、パーゴメン平木さん起こすよ。いけるよ。さあ封印されていきます。よろしくお願いします。ぜひ葉っぱをいただけたらと。オンラインしてる。うん、私は麻痺と幻惑しかつけておりません。あれは食らわない前提に言ってるはずがなくなってしまう。面目ないかな。やつはロスアタをしていきましょう。ここでロスアタいきます。
リンちゃん失敗。リンちゃん失敗。え、違う違う、あの連打で死んだ。あ、連打死んだんだ。ただ、うん、血に合えば更新する。成功したらしいから。よかった、よかった、よかった。壁に入る。ボスタタック。もうここはもう受けると思ったの。ボスタタック。後ろ押しに。ギガデン。だね。今回めっちゃ当たるわね。ダメだ、ヒラレイン、これ、死ぬわ。多いね、今回これ。リンにマークがあって気がする。受けてないよ。受けていく。むくんだよな、こっちな。バカみたいな顔してよ。消えた？今入れたんじゃねえの？深夜は入ってなかった。深夜までここ消えたんだけど一瞬で。なんで入った気がしたけど。あ、死んだ。あ、
か一人で。やばい、ゴーン。で、黄色から、スペルカードしてる。死ねば入れます。更新をしないと。入れたい。届け。よいしょ。で、もうひたすら、もう、ね、天使が、ひたすら、攻撃をするしかありません。ひたすら攻撃。さあ、動きは止まった。これは危ない。動く。動き始めたら攻撃。やばいやばい。食らうんじゃないか、ほら。食らったー。ふざけんな、お前。戦車攻撃しかないね。勝ちたいなら攻撃しろ。そう、死ぬみたいになったら。を入れる。威圧とか受けても入れる。忘れた。チャージ。時々入りますか。あと1分20秒。多分30秒前ぐらいには殺せると思います。もう残り1分30秒なんで攻撃していきます。さあ、わけのわかんないラグ、ほら来た。1分27秒を余らせて勝利と、はい、ね、耐性が必要ということがわかりますね。耐性が必要ということがわかります。すいませんね、本当に申し訳ない。お、出たね。やりましたね。まあ3はこういう感じで動きやっていけば、まあ、勝てますかね。ちょっと乱戦になっても、うん、本当だったら俺はなんだっけ、侵食みたいな食らわないはずが、今回は超食らってしまって申し訳なかったなって感じなんですけど、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れです。ヒラクさん、ありがとう。お疲れ様です。